もしかして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 ちょっと待っ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 てはいはいはい、美味しそう、あったかくて美味しそう、もうお茶見るだけでなんか眠くなっちゃうよね、この野菜をさ、はいはいはい、そうだね、お母さんって機嫌よくない？そう？お母さんちょっと機嫌いいんじゃないの？ちょっとね、テンション上がっちゃう、テンション上がっちゃう、テンション上がる、上がっちゃうね、やっぱこれでこれでテンション上がっちゃうんだよな、やっぱりな、流行ってるからな、流行ってるからね、流行ってるんだよな、やっぱリズムネタっていいね、いいよね、やっぱりね、やっぱ私歌う芸人さん好きよ、忘れられない、私たちも歌ったしね、そうだね、歌ったよ、そうよ、歌ったしね、歌った歌った、ミルキーアン55よ、歌ったじゃん、この間ねリリースイベントよ、あーしたした思い出した、したしたした、いやなんか記憶にないと思ったけど、でもやったことやったんだよね、やったんだって、やったよ、やったよ、本当やったよね、最近じゃん、寸劇したんだって、そう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 、そうだよ、あの格好でやっちゃったよね、やっちゃったよね、ついにあの格好でやっちゃった、いやもうお母さんが笑う笑う、だってみんな面白いから、さすがだなと思って笑わせてくれた、いやそうだね、そうだけが面白い、いや確かに、そうだね、あのね、おのぼきやばかった、やばかった、やばさんの全身を使ったあれやばかった、あれすごくここまで使うって、本当にすずのステップもステップもやばかったよ、ミコロが読書あれにはやっぱ恥ずかしい、いやもう超恥ずかしかったんだから、やっぱ一人で歌うのが恥ずかしい、そうだなと思って、うわーすごかったな、賑やかで、みんなありがとうね、ありがとうありがとう、賑やかだったよね、俺の家族、ちょっとそろそろいいかしらね、はい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 、みんなそろそろご飯にしましょうかね、やったーご飯だー、食べましょうね、これどうやって立てかけるのかしら、わからないわ、もうどう、これどうやって立てかけるの、どうなってるのこれ、ちょっとすーちゃん、こすーちゃん、ちょっとこれ、はい、どうなってるのかしら、これこれね、ちょっとまだ久しぶりに掃除機かけたから忘れちゃった、これでいいと、ありがとうね、はい、お兄ちゃんご飯だって、知ってるよ、知ってるよ、ご飯だよ、言って、分かってるよ、あ、母さん今日の晩飯もやっぱりいつもの俺の大好きなあれ、あれ、また餃子、最近ずっとじゃん、さすがに飽きてきたよ、いくらの餃子評論家の人が出してる黄色い本がバカ売れしたからって、あのレシピが美味しいからってもう3週間も餃子食べ続けてたら、そろそろ私たち餃子になっちゃうよ、バカ野郎、あらお前3週間って俺何十年やってると思ってんだよ、その生活、あれお兄ちゃん何歳なの、甘い甘いよお前は、どうしたのお父さん、ぼーっと考え事なんてして、いやちょっとねお父さん、実は今日みんなに相談があるんだよ、相談、なになに、大事な相談なんだ、重大なんだ、分かったわ、え、もしかしてまたギャンブルで借金を作ったじゃないでしょうか、お父さん、違う、もうギャンブルから父さんちゃんと足を洗いました、あんた日々は嫌よ、あんた日々は借金の、もう毎日借金取りが来て、分かった趣味で連載してる漫画のギャラが安くて、しかもその新キャラが思いつかないんでしょう、いやいやいや違うだったら読者からの新キャラ投稿コーナーでこうヒントをもらってパクるっていうのはどう、そんなこと言うんじゃないよ、それはね言っちゃいけないことだよダメよ、言っちゃいけないことなんだから、そうだよ、新キャラのアイデアもどんどんあるから絶好調だから、わかった、またリストラされた、またって、お父さんまたってことは一回リストラされてるって、前だから公園に一人でなんかブランコ越えて、そういうこと言うんだな、お母さんが心配するでしょ、またあの日々思い出す、違うよ違う大丈夫大丈夫、順調だから、ね、大丈夫だよ、じゃあ何なのお父さん、
はっきりしてよ、うん、ちゃんと言うよ、みんなよく聞いてくれ、うんうん、実はお父さんな、うんうん、覚悟を決めて、うん、プロの手押し相撲になろうと思うんだ。手押し相撲のプロになったら毎日やっぱり父さんにはこれしかないと思うんだ。手押し相撲のプロって、まあ、聞いたこと。ご飯にしましょうかね。ご飯、お腹すいたー。そうだな、こそこそお腹すいたな。お腹すいたいね。これしかない。なんだろうね、今日のご飯は。なんだろう、餃子。餃子。あ、もう餃子でもいいや。分かりやすくごまかすんじゃないよ。父さん傷ついちゃうでしょ。でも分かりやすくしないと伝わんないし。だって父さん真剣に手押し相撲のプロ目指そうと思ってんだよ。もう父さん、もう突然何言い出すのかと思ったら絶対無理だよ。諦めよう父さん。そうだよ、激弱じゃん親父。お父さんバカも休み休み言って。おバカちゃん、バカちゃんうるさい。わしはとにかくプロになるんじゃ、一攫千金目指す。ほっておいてご飯食べましょう。ほっておいて食べちゃうからね。食べましょう。はい、それでは皆さん一緒にいただきます。なんもねえな今日はな。こういう時はエアーバー。あ、ふりかけがあるよ。ふりかけだけはあるの。じゃあうち貧乏だからお米も買えなくて。コップにふりかけを。母は手にふりかけを頼む。ごめんね、本当にみんなごめんね。うまいな今日のふりかけは。ふりかけこうやってさ舐めるな。舐めるな。意外とこしわでが美味しいね。そうなんだ、ほんと。おやつにぴったりなんだよな、うん、父さんが稼いでこないからうち貧乏なんじゃ。いや父さん稼いでるでしょ。どうしよう、どうかしら。わからない、そういう大人の話わからないよ。父さんみんなのために塩幸せ工場にも勤め出したじゃないか。そうね、なんかリーダーをやってるとか。そう、父さん瓶詰めリーダーなんだぞ。そうだよ、父さん瓶詰めして稼いでくれてんだって。そうなの。みんなが一生懸命作った塩辛を最後瓶に詰めて、うん、こう瓶の中に他のものが入ってないかチェックするって大事な作業なんだから。素晴らしいお仕事だ。父さんかっこいい。そうだから、かっこいい。母さんの様子が変だよ。いつも笑ってる母さんがあんなにため息を。母さんなんか今日どうしたのかな。父さんもしかして何かしたの。いや何もしない、何もしないよ。分かった、仲良しだよね母さん。母さん最近趣味のお笑いにあんまり行けてないからだよ。確かに最近全然大阪にも行けてないから。そうだ、母さん録画失敗しちゃったのかもしれない。お笑いがよく嘆いてるかな、ね、嘆いてる。じゃあここは母さんを元気出すために、うん、やっぱ母さんこうお笑いが好きだから、うん、家族で力を合わせてなんとか母さんを笑わせよう。わかった。そうだ、もう父さんその顔の時点で面白いけど、ね、そうか。父さんはなこの辺は永久脱毛したんだよ。ここだけ残っちゃって。そうなの。じゃあ母さんはちょっとあっちにあの台のとこに行ってくれるか。はい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 、うん、急に出てきたね台が、ね、急に台が。そんなわけで、こっち側の3人が今からお母さんのことを笑わせますので、面白いと思ったらピンポーンって鳴らしてください。いい。そうでもなかったらブーって鳴らしてください。えらいブーです。心が折れそう。わかりましたか。はい、はい、母さんを笑わせろモノモケオンパレードスタート。3人とも頑張って。でもなんか俺なんか親父ギャグやるみたいな感じ。いろいろあるんだよ。そうよ、お兄ちゃん今年は。お父さんスーパーバスだ。おおおおやったえそれね、やったそれはね。わかったわかった、ね、これと。あ、わかった、はい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 。ちょっと出てこないからちょっと待って。ゴーヤ、ゴーヤ何それ。何ゴーヤが、ゴーヤ、これ本物のゴーヤかな。あ、お母さんが明日使おうと思ってたゴーヤだわ、はい、行きます。ゴーヤーよいくだれんしな。よし、ほら、ちょっと素晴らしい。よいしょ。え、ダジャレは勝てるわ。兄ちゃんダジャレが、あれ、え、口、え、本当に怖い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 よ怖いよ。え、なんか近づいてきたけどこれじゃ何にもできないな。怖いよ。ちょっとダメだ。怖いちょっとダメだ。えぇ、ー、違うよ、はい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 、俺の計画が。これやろうかな。
も番頭英二です。ちょっと親父ギャグはお兄ちゃんじゃないの私。面白い。はいはい。なんだろう。リリーン。電話に電話。ちょっとそれってセンスないわ。悪気があったわけじゃないんですけど、気づいたら手に取ってたんです。なに、すごい、母さん笑ってる、すごい、母さん笑ってる、母さんが笑ってる、母さんが笑った、よかった、よかった、よかった。そういえばサイエンスホールでさ、そうそうそう、あ、行ったんでしょ、やったけど、ね、行ったのよ、行ってきたよね、そうなのでね、二人にさ、あ、そうだった、実はお土産があるんですよ。何あるんですよ。何、まずね、サイエンスっぽい、まず私たちの紹介しようかな、うん、じゃーん、じゃーん、ジョーギー、ジョーギーです。え、すごい、ミコロンって書いてある、そう、作れるの、これジョーギー作れるの、そう、ジョーギー作れるの、レーザープリンターだっけ、そう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 、なんかそれで自分のデザインした形にこうくり抜いたり、こう文字を入れたりとか、できるの、すごいね、ミコイちゃん、かわいい、すごい。そんなわけでさ、私たちが、そう、2人の分も、ね、ちょっとデザインを考えて、作ってきたんですよ。まずはミコロンが、私がちょっと奥さんに、あ、ほんと、どんなのですね、なんか安牌だね、怖い、私ちょっと安牌って言うじゃん、私は安牌だよ、いくよ、うん、じゃーん、おー、すごい、ほら、かわいい、宇宙に夢中、すごい、宇宙に夢中って書いてある、で、星をね、うん、星をこうくり抜いて、かわいい、空丸って書いたの、美術館って感じするわ、するでしょ、宇宙に夢中が、星なんかがね、ドラマルって書いてある、そう、ドラマル、すごい、いっぱい星かけるね、ね、でしょ、徳さんやっぱりさ、うん、漫画描いたりするからさ、きっと上下も使うんじゃないかと思う、これ漫画に使われるんだ、使われるね、じゃあこれ、これ来週からこれでこう引っ張れ、やった、嬉しい、何回もちょっと短めだからね、短めだからね、そうだよね、いっぱい足して使われ、ありがとう、私は伊豆ちゃんのデザインしてみました。どんな柄か、結構大胆な感じにしました、大胆だね、じゃん、餃子フォーエバーラブ、え、かわいい、かわいいでしょ、かわいいじゃん、ね、もっと怖いの想像してた、そう、かわいい、かわいいでしょ、え、かわいい、ありがとう、かわいいでしょ、すごい、餃子、餃子なんて書いてる定規、世界に1個かもしれない、そうだよ、ラムナイトも定規と餃子って、ね、嬉しい、かわいい、すごい、使、なんかに使うわ、使って、うん、使って、なんかに、どうだ鈴子、そんなテレビ見てないで、お前ちゃんと宿題はやったのか、いそうだね、やったよ、いや、さてはその顔はやってないな、今日の宿題難しいんだもん、そうなの、どんな宿題でもね、小学校でしょ、うん、そう、今日はね、簡単でしょうよ、ね、頭のね、体操っていう宿題だったんだけどね、すごい難しくて、しでも、もしかしたら私がやるよりもお父さんとかお母さんの方がやった方がいいと思う、父さんと母さんバカだからちょっと、バカじゃないわ、バカじゃないわよ、でも、あと、お兄ちゃんの頭の良さを見せてほしい、俺無理、頭良すぎて解けない、ね、このだからね、このね、頭の体操のね、宿題を一緒にやってほしいの、そうね、なるほど、みんなで力を合わせれば解けるかもしれない、うん、そうだ、みんなで、はい、やったら楽しいかもしれない、めんどくせー、超めんどくせー、やりましょうよね、おやつも今日用意したのよ、おやつ、おやつ、そうなの、そうなの、なんだろう、正解した人に、ほら、見て、ほら、どれ、みんなの大好きな梅干し、3人用だぞ、ほら、ほんとだ、まあ、正解した人からこう、食べていく、やろう、早くやろう、やろう、やろう、ね、
お母さんも参加しますからね。父さん久々に塩分摂取したいぞ。ねえ、一人はちょっと食べられないのよね。ふりかけが続いてたからな。そう、ね、毎日ふりかけだね。最初の問題はこちら。100匹の猫がいましたが、その中の1匹がどこかに迷子になってしまいました。その迷子になった猫の毛の色は何色でしょう。はい、白。イエーイ、なんでなんでなんで、ほら、すごい、イエーイ、お父さんやっぱりすごい、お父さんすごい、天才。すごい、お父さん天才なんだってほら言ったっしょ。お父さんすごいね。ほら、ねえ、父さん、お父さん、お父さん梅干し食べていいよ。ラッキー、惚れ直しちゃった。お父さん、バカは頭が柔らかい。うわあれバカじゃないよ。美味しそうな梅干しだ。わあ美味しそう。うわあ見てるだけで唾液出るわ。本当のような甘さ。うわ美味しい。次の問題こちら。一日に2回あるのに1年に1回しかないものってなんだ。なんでしょうね。なんだろうね。1年わかった。父さんわかっちゃったや。何ヒント。よくやっぱ声に出して読んだらいいんじゃないかな。1日、はい、1年、はい、1、え、ち、やったー。さすがお兄ちゃん早いな。俺偏差値80あるから。すごいわね。やったー。やったわ。私まだ今の問題理解してないんだけど。いや、書いてある。1日、え、すげえこれ、ね、アンツみたいじゃない。1年に1回。お兄ちゃん、あれ、俺の、ね、小指立ってるし。の、ね、次の問題行こう。次地元のスーパーに行くとヨーグルト、ソーセージ、イカの 塩辛が置いていました。この中で一つだけ新製品があります。それはどれでしょう。あんずみたいじゃない、ね、これ梅干しじゃないんじゃないの。ね、これあんず、あ、あんずか、これこれあんずだったかしら。私間違えて買ってきたのかしら。え、これ なんか柿とあんずを足してなさそうだね。いやー、まあ3月といえば、うん、卒業シーズンですよね。そうだね。卒業式の思い出とかありますか、皆さん。ありますか。卒業式の思い出。卒業式だよ。卒業式。あ、卒業式の後みんなで、うん、何でもバスケットを教室で、かわいい、帰りもう日が暮れて帰りなさいって出てくまでみんな卒業式のつけたまま、椅子を丸くやってずっと何でもバスケットをした。何その泣ける話。うわ、泣けちゃう。そうだよ。だってもうそのさ、メンバーで集まることは一緒ないんだよ。顔になりたいね。どうしたんだよ。情緒だ、ね、小学校のさ、卒業式ってさ、うん、次行く中学校の制服着た。着てない。着てない。みんな披露すんの自分の中学、次に行くところの。なんかやだね、それ。いやでも違ったかもしれない。よく私立だわ。でも小学校こそさ、みんなで行った遠足みたいなやつじゃない。あの自分のセリフが回ってくる時の。そうそうそう、緊張して。そうそう、ソロパートがあるんだよね。私言ったことがまだ覚えてる。華厳の滝。華厳の滝。だったんだね。華厳の滝だったんだね。あ、だね。あ、そういえばなんかさっきから
いろいろやってて忘れてるかもしれないけど、うん、わしが手押し相撲のプロになるっていう話はどうだったの？あら、忘れてたわ、そんなこと。いいよ、別にそれ。いやだ、いやだ、プロになりたい。いやだ、いやだ、プロになりたいよ。いやいや、やめてよ、お父さん。手押し相撲のプロになりたいよ。そうもないよ、そういうのお母さんと二人きりの時だけにしてよ。父さんって母さんの前でいつもこんな感じ？そうだよ。キモ、超キモ、キモ、キモ。そこまでお父さんが言うなら分かりました、うん、この中で一人に勝ったら認めてあげます、うん、なるほど。いや絶対無理でしょ。いやお父さん余裕じゃないかな、やっぱ父さんだし。いや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 、負けたらまあすっぱり諦めてもらいましょう、うんうん、なるほど、分かった。じゃあまず家族から倒してプロになるんだよ。そうよね、家族を倒さないと。そうしよう、そうだよね、うん。じゃあ誰と対決します？そうだな、やっぱ一番若いコスズだな。わかった。あ、コスズは強いよ。いやでもコスズ小学生だからな、うん、小学生に見えるけどそうでもないよ。そうかな。でもクラスで一番背が大きいのと。そりゃそうだろう。そりゃそうよね、小学校4年生でね、手が大きめっていうのがコンプレックスなんだ。じゃあ位置について、はい、準備はいいですか？お父さんの顔面白い。大丈夫？お父さんの顔が面白いってどういうことよ。よっしゃ、準備はいい？はいよ。それじゃあ、はっけよーい、残ったー、残ったー、頑張れ父さん。ちょっと重心を頑張ってよ、父さん。父さん頑張れ。すーちゃんも頑張って。かもしれない。やばいよ、ま、収入が4000円だけになっちゃう。やばい、やばい。お父さんと負けて、まあ、きっぱり諦めてもらって。そうだよ、手押し相撲のプロは諦めるよ。よかった。その代わり、その代わり超能力の練習をして有名になるぞ。ダイレクト方向対抗技術。壊れた。最後の鍋、締めしようよ。締め鍋、締め鍋したい。お父さんこれ白っぽいよ。白しかないじゃん。椎茸、豚肉、ちくわぶ、ブヒ豚だ、これはもう分かるでしょ、分かるでしょ、見たら分かるでしょ、父さん。あー、やったー。ネギがもう